来場いただきましてありがとうございます。さあ今日は横浜 DeNA ベイスターズを迎えての3戦目ということで、はいはい、マリーンズファンの皆さんは連勝できるように熱い応援をよろしくお願いします。さあこのステージボールパークステージオープニングのコーナーは今日のイベント情報を皆さんにお伝えするコーナーです。はい、改めてイベント MC 小夏と MC 研修生のゆきです。よろしくお願いします。このステージは私たちだけではなく、エムスプラッシュからも1名迎えて、お話ししていきたいと思います。では今日はエムスプラッシュからリカどうぞ拍手でお迎えください。はい、では改めて自己紹介からお願いします。はい、エムスプラッシュ3年目になりましたリカです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあリカは前回の登場に続き今回もねオールフォー千葉デーのオープニング出演ということですが、はい、やっぱり千葉出身だもんねリカもね。はい、やっぱり千葉デーは気合が入ります。今日も気合のポニーテールで、あ、行きました。ポニーテールですね今日はね、気合のポニーテールですね。さあそんなリカなんですけども昨日、登場したアンジュから、まあ、紹介というかサンリオのボムボムプリンが大好きでサンリオキャラクター大賞への投票を同期に呼びかけていたなんていう情報を聞いたんですけど、そうなんですか。あれマイクの調子悪いかな。はい、ちょっと変えてもらおうか。はい、はい、そう、その通りでございます。はい、好きなんだポムポムプリンが。ポムプリンくんすごく好きで、はい、ぜひプリンくんがキャラクター大賞1位になれるようにみんなに投票呼びかけたんですけど、うん、やってくれたのは麦穂と茜だけでした。はい、同期みんなに呼びかけたけど、はい、やってくれたのは麦穂と茜だけだったと。はい、麦穂とは一緒にピューロランドに遊びに行ったこともあって、あるんだ。はい、プリンくんの良さをきっと分かってくれてたからこその投票だと思うんですけど、ちなみにプリンくんの良さっていうのをぜひ皆さんに伝えていただきたいんですけど、いいですか。プリンくんはいつでも元気いっぱいですごく可愛いし、ツイッターとかもあるんですけど、はい、毎日更新してくれてもうすごい見るだけで癒されるし、あとそのピューロランドとかで、ね、パレードとかショーの時にもう短い手足で一生懸命踊る姿が本当に可愛くて、でなんといってもジャンプした時に揺れるこのお耳、大きなお耳がねすごく可愛いので、ぜひ皆さんピューロランドに行ってプリン君に会ってきてください。熱く語りますね。ゾゾマリンのステージで熱く語りますね。はい、ユキもさ好きだよね。はい、そうなんです。私もスマホケースがポムポムプリンで、そうだよね。それをリカさんにこの前見つかって、ね、ツイッターをフォローしてるのかとすごく責められてしまったので、もう布教活動がすごいですね。はい、もう毎回欠かさずチェックをしています。そうなんだ、はい、可愛いですよね。可愛いですね。もうリカが止まらなくなっちゃうんですけどね。このちなみにリカが投票を呼びかけてたサンリオキャラクター大賞はもう締め切っちゃってるの。もう残念ながら先週の月曜日で締め切ってしまったんですけど、もうちょっとオープニングが早かったらね、皆さんにも投票お願いしたんですけど。なるほどね。はい、あと皆さんプリンクの1位を読んでください。あとは祈るだけですね。お願いします。発表なんですか。ちなみに7月の頭の方に発表があるので、また結果を報告したいと思います。はい、このステージで報告していただきましょう。そんなポムポムプリン君にすごいこう熱い思いを語ってくれたリカですけども、プリン君だけではなくちょっとマリーンズに対する熱い思いもね、もちろんはぜひ語っていただきたいんですけど、皆さんの前で今後の活動に向けての意気込みをお願いします。はい、今日はオールフォー千葉デーということもありますし、毎回毎回のステージやいろいろな出演楽しみながらも、お客さん皆さんにも楽しんでいただけるように毎回 100% 以上のパフォーマンスができるようにこれからも頑張っていきたいと思います。はい、皆さんぜひぜひリカの、ね、パフォーマンス注目していてください。さあ何事にも熱いリカですけれども、ここからは今日のイベント情報を一緒にお伝えしていきましょう。はい、まずは